久しぶりにまた来ました。なんだこれ、見たことある。おあやもつもやもつこれがいいらしい。珪藻土バスマット。おいいね、かっこいい。おララ、へえ、かわいいよ。咁唔使揸巴士啦。夕飯です。係啊，翠雨來啦，咁就要。站到呢部73A 號巴士嘅車廂，再剷上巴士。打你佢頭。就係阿劉德華嗰套。香港嚟嘅都。個人今日はあれですね。まあ香港は泊まるところあるんですけど、まあちょっとどうしてもなんとなくベッドで寝たくなったんで、今日はこちら厚生米です。厚生米なのにめっちゃ安い。前のチムのマンション、はチョンキンはもっと高い。ここ200です。200なのにこの感じ。まあでも正直言って200出したらジャカルタだったらめっちゃいいとこ泊まれますけど、まあ香港にしてはいいんじゃないでしょうか。これおすすめかもしれないですね。200ホステル香港。ここが今そごうなんですけど、まあ厚生米の道中心そごう、こっから今回のうちバックパッカーホテルはわずか1分この中にあります。すごいっすよこれ、めっちゃ。それで200っつったら、そうだな、こっちでもやっぱビール2杯ぐらいしか飲めないんじゃないですかね。まあ4杯飲めか。でもそんな感じです。タクシーでも100ぐらいね、ある程度行くとかかるんで、そこがおすすめのバックパックのホテルはこの通りにあります。この通り中、このすごく一等地、もうめっちゃここ土地高いですからね。ここからHMV があって、この HMV の真向かい、 HMV の真向かいに今回のバックパックのホテルがあります。めっちゃいいとこですよこれ。ここです。ここがホテル、バーバリーの隣かですね。はい、めっちゃいいとこです。